こんにちは。弊社のチャンネルへようこそ。ここでは最新のニュースと印象に関するコメントやフィードバックを共有するために集まります。この会話の一部となるためには購読をお忘れなく。では始めましょう。 HIKAKIN ヒカキン登録者1200万人超の人気 YouTuber が1月1日に30代の一般女性との結婚を報告しました。 HIKAKIN はヒカキン結婚しました、結婚報告100連発と題した動画で、爆破で報告、雪山で報告、10万粒のぷよぷよボールで報告など様々なテーマで結婚を報告しました。結婚相手が一般の女性であることから、今後は動画に出演しない方針を示し、ファンに温かく見守られるよう呼びかけました。 HIKAKIN は1989年に新潟県で生まれ、高校生の頃から YouTube を始め、ビートボックスや様々なコンテンツで国内外で活躍しています。ヒカキンが結婚したってマジか、一般女性との結婚で地に足がついた感じがしていいね。 YouTube で大々的に報告するスタイルも彼らしいやり方だ。ヒカキンおめでとう、これからも素敵な動画を期待してるよ。お相手が YouTuber とか芸能人じゃなく30代の一般女性というところに好感が持てたし、堅実なヒカキンさんらしいと思いました。これからお子さんとかできたらますます人気を得そうですね。おめでとうございます。結婚してもおかしくない年齢ですもんね。日々睡眠時間を削ってまでも動画制作をしてると聞いたことがあります。プライベートもこれから忙しくなり両立は大変だとは思いますが、これらも無理せず頑張ってほしいです。素敵なことじゃないですか。以前のミソキンの発表の時は、結婚じゃないのにこのテンション、ついに夢が叶います的なで発表するのは勘弁してよと思ったものでした。今回はさすがにご結婚と思ってましたが、本当に良かった。凄まじい時間を撮影や編集に注ぎ続けている生活だと思うのですが、少しでも私生活に比重を置かれて素敵なご家庭を築かれてください。現在中2の息子が小学6年生の時、フォートナイトで本物のヒカキンさんと出くわし、お願いしたらブンブンハロー YouTubeとやってくれたととても喜んでいたことがありました。随分とサービス精神旺盛で、身も知らない子供に対して優しいなと思い応援していました。ご結婚おめでとうございます。今少し動画見てましたが、まだ配信中です。報告のそれぞれがどれも本当に嬉しそうでほっこりします。 HIKAKIN さんは、私はゲームが好きで、ゲーム実況や猫の丸もふちゃん絡みを以前からよく見ていたけど、人柄が良いんですよね。奥様を大切に守ってくれそうな素敵な人、末永くお幸せに。このところは YOUTUBR のいい話を聞かない話の多い中、これはめでたいですね。あの豪邸を購入したのもこのことを視野に入れてたのかな。お子さんも生まれたらベビーグッズ系の紹介やコラボも増えてますます絶好調ですね。結婚おめでとうございます。最初動画見てネタなのかと思ってしまいましたが、本当のようで新年早々おめでたい話題で良いですね。12月はあまり喜ばしいニュースがなかったので、素敵な報告でいい年明けにありました。末永くお幸せに。結婚おめでとうございます。いつも楽しませてもらってます。配信が始まった頃より工夫を凝らしてきた方ですから、人生の伴侶に選んだ方もそういう選球眼思ってのことでしょう。お幸せに。 HIKAKIN さんおめでとうございます。もろもろのポスト見て、これはもう結婚報告でしょと思っていましたが、やっぱり笑い。ただお相手は一般女性とのことなので、本当に余計な詮索がないことを祈ります。そんなことはともかく、年始早々おめでたい報告が聞けてよかったです。末永くお幸せに。ヒカキン結婚めでたい。なんとなくお母様とのフランス旅行はカメラは女性が同行してるのかなと感じ、結婚かなと思っていました。これからは健康も大事に、動画ますます楽しみにしています。アイコンのバラと白いタキシードで結婚報告かなと皆さん予想されていたので、動画が公開するまで楽しみに待ってました。ただ35ぐらいで結婚しましたが、羊が1匹の感じで眠気を誘い、うとうと寝てしまい、子供に動画終わっちゃったよと言われ起きました。新年一発目におめでたいご報告が聞けてよかったです。ご結婚おめでとうございます。
おめでとうございます。息子がワクワクしながらヒカキンさんの報告待ってました。親子で拍手して喜びました。またチャット欄もたくさんの方が楽しみにしている感じで、皆さんのワクワクが伝わり、こちらも幸せな気持ちになりました。ヒカキンさんすごいですね。嬉しいコメントで溢れていて、年始から温かい気持ちになりました。ありがとうございました。おめでとうございます。男性芸能人にありがちな20歳近い年下でもなく、セレブや有名人でもなく、同年代の一般女性というところに好感が持てます。 HIKAKIN さん、ご結婚おめでとうございます。あの素敵な豪邸で暮らすのかな。 HIKAKIN さんは人を大切にする方だから、きっと奥様のことも大切にしてくれそう。ママキンもお兄ちゃんご一家も喜んでくれていそうですね。 HIKAKIN さん、ますますほっこりしそうでいいな。また子供と動画見ます。末永くお幸せに。 HIKAKIN さんの家の猫ちゃんが可愛くてたまに拝見しています。結婚だけが幸せではないと思いますが、支え合ってくれる方がいるのは幸せなことだと思います。お仕事大変そうだと思っていたので、ただの視聴者ですが安心しました。猫ちゃんがマンションでの生活のままで、豪邸には生活感がなく撮影用になってたから、なんとなく彼女との生活は猫ちゃんのいる前から住んでいるマンションにしているんだなとは思っていました。有名で多忙な方なので、お相手の方は大変かもしれませんが、幸せになってください。おめでとうございます。動画を見ていて、半年ほど前から結婚するのかなって感じの場面がいくつかあり、想像通りだったけど、ヒカキンさんのハッピーニュースで2024年を迎えられて、私までハッピーな気分です。おめでとう。おめでとうございます。子供が大好きなんで一緒に見てます。幸せになりそうですよね。いろんな噂ありましたが、なかなか結婚聞かなかったから、素直に嬉しい。おめでとう。年明け早々嬉しい報告おめでとうございます。HIKAKIN さんは動画撮影&編集等大変なことがありますが、奥さんと経験を分かち合い、これまでよりさらに楽しい人生にしていってくださることをお願いしております。迷惑系 YouTuber の話題が多い中、ほとんど批判も浴びず寄付とかもしてて、まさに子供たちが大人になったら YouTuber になりたいと目標にされてる人、心からお祝いします。結婚おめでとう。特殊な仕事だし、なかなか外でデートする時間とか取れないと思うけど、 HIKAKIN なら奥さんを全力で幸せにしてくれそう。身体には気をつけて、これからも頑張ってください。おめでとうございます。 YouTuber の日本のパイオニアと言っても過言ではありませんね。 YouTuber 特有の怪しい闇をこれからも見せることなく、キッズが楽しめる動画を楽しみにしてます。お金持ちになりすぎて結婚できないと思ってました。セイキンは幼馴染だったけど、近寄ってくる女性すべてお金目当てに見えてしまうのかと。だから本当に良かったです。ママキンも嬉しいでしょうね。末永くお幸せに。30代ということは HIKAKIN と同世代かな。なんかめちゃくちゃ年下のアイドルとかだと切なかったので、イメージ通りでホッとしてます。おめでとうございます。なんとなく相手女性が30歳になったから結婚したのかなと思う。それに一般女性って言っても港区女子みたいに元モデルとかなんじゃないのかなと想像します。彼の資産を半分相続できる人ってどんな人なんだろう。何はともあれおめでとうございます。おめでとうございます。新年早々嬉しい報告ですね。勝手ですが、大金持ちの方にこそ日本の未来のために、少子化に少しでも歯止めをかけるごとく、子沢山であってほしいと願っています。これからの YouTube での活動にも応援しています。頑張ってください。新年早々おめでたいニュースですね。ヒカキンさんはめっちゃ性格良さそうだし、動画見てて好感持てます。奥様も動画に出たりするのかな。これからも応援したいです。結婚の意味を重く受け止めながら、ちゃんと家庭を築く、結婚の良さを伝えられるインフルエンサーになってほしい。芸能人は結婚のイメージを悪くする人が多いから、 YouTuber は頑張ってほしい。価値観の違いとか言わないでほしい。元旦になると〇〇と〇結婚へという結局は結婚どころか付き合ってもいないガセネタが乱発する中で、今回はしっかりと結婚報告の記事として取り扱ってるから評価できる。本来ネットニュースはこういう真実を報道するものである。名前が上がる有名人も困らないし、
これが普通。最後になってしまったが、 HIKKIN さん結婚おめでとうございます。 YouTube やってる人はうさんくさいと思ってます。唯一ヒカキンくらいかな。ちゃんとしてそう。わ、そんなちゃんとした男が身を固めるとは、ますますちゃんとしてる。好印象、お相手30代。好印象、しかも一般女性。好印象、息子にしたいよヒカキン。おめでとうございます。末永くお幸せに。おめでとうございます。 YouTube 界の草分けとして本当に誠実に取り組まれてきた方、幸せになっていただきたい。ご結婚おめでとうございます。あの素敵な豪邸に一人暮らしは寂しすぎますもんね。そうだと思いました。年明け早々嬉しいお話が聞けて明るい気持ちになりました。ヒカキン結婚おめでとう。人柄も良いし、シェイキンのように幸せな家庭を築けると思う。奥さんも素敵な人なんだろうな。これからも動画楽しみにしてます。ご結婚おめでとうございます。 HIKKIN さんを射止めた方なので、とても素敵な女性なんだろうなと思います。そして30代と聞いて、ますます HIKKIN さん好きになりました。これが20代グラビアやアイドルなら、あーねーってなってました。末永くお幸せに。ご結婚おめでとうございます。いろいろな噂が聞こえてきていましたが、幸せな出来事で何よりです。末永くお幸せに過ごされることを心からお祈りしています。